待ってたよ、ありがとう、ケンジさん、ありがとう、待ってくれて嬉しい、ありがとう、ありがとう、しっぽさんハート、ありがとう、福太郎さん何元気だよ、ありがとう、エビサマさん可愛い、ありがとう。私はちょっとやっぱ STU 卒業したら制服着れないなっていうことに気づきまして、やっぱせめてね、アイドルやってるうちはセーラー服を着よう、そんな気持ちで今日はセーラー服に、最初チャイナにしようと思ったんですよ。でも髪の毛何もしてないじゃんと思って、ストレートに合うのって思ったら JK じゃんと思って、 JK になることになりました。この度制服ディズニーもう行ける年じゃなくない？大丈夫？まあ21よ。フラワーさん似合う、ありがとう。目頭が熱くなった。カビアテさんありがとう。コスモスか、カビアテさんハートありが、ハートじゃない、コスモスありがとう。なんかスカートのフォックの締め方が分かんなくてさ、なんかどうやって止めるんか分からんのよ。なんか止める器具がないと思うの多分。どうやって切るのこれ、分かんなくてさ。そう、回せば見せられるけど止まってないんだよね止まってないって言い方変だよね、止まってないんだわ。なんかどうやって止めるか分かんなくて、そうだから見せられないの見せられるっちゃ見せられるけど、チャイナ卒業して着る気があるかも、ワンチャンあるかもしれないからね。そうそう、現役でもおかしくない。高校6年生か、私もう6年生の年だもんな。そうなんよ、確かに。それで電子見せてって言ってる人は好きくない。あー、消えちゃった。うん、ちょっと不安定。学園ものドラマ、あ、嬉しい。麻雀のプロ、あ、そうなんじゃ。光をさ入れたいのに光が、てかさこのボタン一生止められないんだけど。今日来金の広告、嬉しい。ちーくんありがとう。アイスヨリンさん可愛い、ありがとう。アイスレモンさんありがとう。告白しちゃいなよ。花火師さんありがとう。今日28歳になった、おめでとう。しっぽさんちょっと待って、機関銃持たないといけないの？あ、そうなの、知らんかった。しおりんさんありがとう。企画もの V みたい。先輩ちゃんとリボンもつけてます。ちょっと待ってね、今日誕生日って言った人、ちょっと待ってよ、まだ行かないで、他のメンバーも挨拶行かなきゃいけないから、さっさとさっ出て行かないでね、まだ終わってないよ。よし、では行きます。しっぽさん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。終電まで遊ばないうん、終電までか、だったらいいのか。お豆腐テトさん待ってたよ、ありがとう。ゆうきさんありがとう。けんじさんおっぱいありがとう。ひでとさん結婚してありがとう。高校生にはまだ早い、こういう時だけ高校生っていうべきを使ってみる。こんばんは。下がジャージだったらリアル、確かにちゃんとスカート履いてる一応でこれがね、ボタンがね、一生なんかどうやって締める、一緒に塾行こう、初めて言われた、一緒に塾行こう、いいんかな、信じられるね、確かに、うんみたいな。ピンクのジャージ、まいまいちゃんありがとう。今日プレゼントをねいただきましたよ。あ、見せたいんだ後で。そう、初めて海外の方からもいただきました。片思いの入り口、確かに歌を後でカラオケするね。セーラー服似合いますな、ありがとうございます
ありがとうございます。今日はメイク娘、今日はレッスン終わった後あるラジオの収録がありまして、それまでに家帰ったら本当は45分家がある時間がある予定だったけど30分しかなくてやばいと思って、髪の毛前髪もしてなかったから前髪もやったりとか、そう今日は前髪妥協前髪って呼ばれてる前髪をやりました。妥協した前髪をやりました。本当はもっとやりたかったんだけど時間がなすぎてできなかった。そうメイクもちょっと薄めにやってます。風紀の乱れごめんなさい。すっぴん路線もたらさんありがとう。モデナさんありがとう。秋なんだね。中学校はねセーラー服でした。高校は違った。なんていうの、妥協した方が癖っぽくて。おうはお。でも愛って書いてくれてたじゃん、手紙いただきました。薄い目かい、本当にありがとう。日曜の昼公演入りましたよ。入ってよかった、ありがとう。全身目、全身ね、全身撮ってくれる人おらんのよ残念ながら。辻子ちゃん結婚してありがとう。映画見に行く？何見る？今ジブリやってるよね。ジブリはちょっとさすがになんか高校生のなんかところで行く場所じゃないよね。ゆいにゃんから JK、 ゆいにゃんから？どういうこと？こんなに可愛いクラスメイトはいませんでした、ありがとう。授業始める席つけ、あ、席ついてます。はい、アーナ先輩焼きそばパン買ってきました。あ、置いといて現役確定、あ、嬉しい、現役確定してくれるの、ありがとうございます、ありがとう推しの子見てましたよ、ウェーマンさん、かわいい掛け銃ありがとう、かわいい、ありがとうございます。結婚してもありがとう。高校生でも今高校生年結婚できる年齢ですよね。でももっと学びたいことがあるから待っててほしいスパイファミリー見てる。あ、でも新しいやつはまだ見れてない。ジャムズ見てきたのは横浜アリーナですか。 NGT さんとかできたよね。うらま、アンビにはやっぱりクマ、クマが似合う。クマタワーありがとう。クマクマクマったクマったってことありがとうクマちゃん、いっぱいありがとう、ありがとうございます。ここのさ分け目が切ってなんかどうしてもここ開いちゃうんだよね、どんだけ頑張って。さっきもピンを止めていたにもかかわらず悲しいよ。ここここやっぱピンで止めよう、腹立つから。よしよし、ちょっとぺっちゃんこになっちゃうけど、ほらでもピンで止めてもさ開くってどういうこと、どういうことすぎない。勉強教えてあげる、 ありがとう、確かに教えられるよね。ガンピーさん似合う、ありがとう。勉強平均90点、うわー素晴らしいね、素晴らしい。マネージャーどこの、あの先輩この問題、あ、私そういうのは。山さん尊い、ありがとう、尊い。11月捕まってるよ、某大学レベルなら。わお、じゃあ英語学ぼっかな。今日英語の手紙をいただきました。アシレモンさん待ってたよ、ありがとう。卒業抜けて遊びに行こう。え、私真面目だからそういうのできない、そういうのはちょっと。ゆうささんありがとう。5代間の4対4素晴らしい、まだ元気いける？そういう言葉がね、みんなそう言えばいいと思ってるでしょう。そう言えばいいよ、偉いねみんな、素晴らしいよ。今日もねプレゼン
ートいただいたんですけど、今日はねちょっと片付けたものがあるのでちょっと抜粋しながらお店をすることになってしまうので、あの申し訳ないんですけれども、片付けとってさっきラーモン電気電気が私の電気あら頑張れ頑張ってくれお願いだ、卒業までは持ってくれ卒業までは持ってくれ、ゴキダリさんありがとう、今日お昼食べてほしい、一緒に食べてほしい、もうお昼過ぎちゃったごめんね、ミクシマイさんありがとう、天使の席サバン新作飲みたい、学級委員、私学級委員やったらどんなクラスになっちゃうんよ、不安しかないわ、どうやったらいいんだろう、この中の線が悪いんかな、正直な卒業後の事務所芸能活動やる予定がないです、テイチングさんバラありがとう、インディーボイさんレモンスターかけちゃんありがとう、パワー、バラタワさんかわいいありがとう、何歳の時に、でも現役高校2年生で、現役の高校生で STO は入りました、現役時代もありましたJK めっちゃ大好き、その言葉めっちゃ語弊あるよJK めっちゃ大好きはちょっとやばいよ、ちょっと言い方がよろしゅうないです、ゴキダリさんありがとう、そうそうそう、今日初めて英語でお手紙が届きました、ほら見える英語、ディアアンナちゃん、あめっちゃ読んじゃったごめんね、オリコクッションあそこにあるよ、見せられるよ、あ待って違うわ、ダンボールに入れちゃったわ、えちょっと見てくるわ、クワピーさんありがとう、なんだこれ、えこれなんですか、なにこれ、狼ありがとう、大学には行ってますね、まだ学生っちゃ学生ですよ、オリコちゃんのクッション、え入れたか入れたか、えなんかねここ片付けたよね、ああった、まだ入れてないよ、いた、ひどいよそうやって疑って、あ今ならね全身見せられますわ、ほらこれが全身だ、見たまえ、見えましたか、オリコクッション、私さ髪の毛やっぱ長くしたくってさ今頑張って伸ばそうって思ってんだけどさ、やっぱこんぐらいでいいかもって思ってきたすごいやってコロコロ変わるんだから私、ああもうミスターさんありがとう、ミスターさん悪くない、ああもうとか言っちゃったからごめんね、あのライトが消えたことに、ああもう言ったの、片付けるユイニャンに引き継いでこれユイニャン、可愛がってる後輩ですけど、持って帰りたいんだがオリコクッション、これはファンの人が作った、ファンの方が作ってくださったやつです、ウィンディーボイさん待ってたよ、掛け字ありがとう、プレゼント届きましたありがとう、バッグ片付けちゃった、めっちゃ嬉しい、ありがとうね、丁寧に使います、嬉しい、使い勝手いい色で使い勝手いい形で素晴らしい、ああいう形持ってなかったかめっちゃ嬉しかったです、ありがとう、 JK 好きぐらいのセーフ、セーフじゃねえよ、マジで一番好きな長さ、過去で一番長かったのはこんぐらいあったかな、言ってこんぐらい、えでもこんぐらいの巻きが超可愛いんですよ、今私髪の量多いからこれで巻いたらめっちゃボリューミーなんですけど、長いとめっちゃいいんですよね、それで悩みだから最近私ストレートしかしないのはそうです、目が良くなった気がします、見えました全身、あお元気って来た、お元気だよ、隣のクラスの佐藤くんが渡しといてて、誰あったね、持って帰るの一番嬉しい、あよかった、ラッピーさん元気ありがとう、あ元気めっちゃ高飛びちゃった、ありがとう元気だよ、超元気です、ありがとうございます、
すぐるさんありがとう。皆さんのおかげで元気です。こんな税金いたら即 S 級合格です。いや、ストンよ。テイスーさんありがとう。しおりさん、オオカミありがとう。このオオカミなんなん、ハロウィン、え、赤ずきんちゃん、あ、そういうこと。タワーありがとうございます。ウェマンさん、ありがとう。え、オオカミありがとう。オオカミじゃない、間違えた。赤ずきんだった。赤ずきんタワー、あ、で、クマ、あ、クマじゃない、オオカミおるってこと、やばくない。え、ごめん、クッションポンって置いちゃった。ごめんなっちゃい。めっちゃ、ね、感動回線って感じだよね。ちょっと待ってて。タワーの俺を描こうと思っただけなんだ。許してくれ。あれ、タワーの俺描くやつどこ行ってたっけ。そうやってさ、すぐなくすのはどうやろうと思う。そうやってさ、あ、普通にここに置いとったわ。いや、いいやん。え、シェーズ思考みたいなもん。確かに。確かに確かに。思考。今みんなで頑張ってレッスン中です。返事待ってますって。佐藤くんが、佐藤くん、私小学校中学校佐藤さんいなかった。高校はいたけど。女の子ね。大阪屈指のクッション持っていこう悩んでる。え、大阪転勤なんですか。え、大変だね。でもちょっと瀬戸近くなるね。これからも ST よろしくお願いします。JK です。サマロンさんありがとう。うちの犬が一生お願い使うの大丈夫、一生のお願いそこ使うの。ドッグフード、いいドッグフードをしてくださいとかじゃなくていいの。ライト切れてる方がリアル JK 感ある。リザルさんありがとう。からかい上手の川又さんになれるかしら。赤ずきメガネしてるよね。サチあれありがとう。ずっと当ててきてね。今日ちょっとね、卒業公演についてマネージャーさんとお話、そう、そろそろ動き出しそうだなって感じ、そう話しました。楽しみもあります。楽しみあるけど、やっぱりなんか実感しますね。あー、するんだーみたいな。なんかするんだーって感じですけど。山田さんありがとう。ジャケー。大人プリキュア何それ。なんか大人ってつくとなんか全部なんか変な感じになるよね。大人プリキュアってなんかなんだろう、痛そうじゃん、なんか。なんだろう、大人 JK も嫌よね。なんか嫌じゃない、大人 JK すごい嫌だ。大人 JK すごく嫌だ。そのなんか普通にその35歳の高校生みたいな感じでまた高校をやり直したいみたいな感じだったらわかるけど、そこを眼鏡かけてるよね、上門さん。いや、JK だわ、これ。ええー、嬉しい、ありがとう。ギャル。地味ハロウィンと一緒だよ。うん。チキナクさん、ありがとう。地味ハロウィンってあれですか？コスプレするやつですか？なんか地味な。地味なというか、なんか、ガチガチじゃないみたいなやつですか？神宛さん、ありがとう。ウェマンさんメガネかけてますよね。答えたくない質問ですかこれ。
や2年前まで確かに。眼鏡かけてるってことか。なんか違う、なんか違うんだけど、なんだろう、何が違うのかな、髪の毛かな、髪の毛かな、何が違う、まあ、言ったんですか、なんか似てる部分もあるんだけどな。ウェーマンさん、赤ずきんタワーありがとうございます、ありがとう、応援ありがとうございます、配信も見に来てくれてありがとう、コメントもたくさんありがとう、嬉しいです。いただいたものは大事に取ってあります、そう信じてください。クッションも持って帰ろうと思って、で段ボールに今ね入れてる作業してるんですけど、そうぬいぐるみと一緒に入れようと思ってますので、ご安心を。ちゃんと家で保管し、保管というか、そう飾ります。え、髪の毛生えてるよ、ほらここ、これこれ前髪で、これ髪の毛、髪の毛の色は塗ってないのだけで。ありますよ、これがウェーマンさんの似顔絵です、オリコちゃんとのツーショット。え、なんかね、なんだろう、なんか似てるんだけどね、髪の毛が違うんだよな、髪の毛のせいなんだよな、これ髪の毛なかったらマジで似てるもん。え、そう思わない？髪の毛隠してみて、マジで似てるもん。なんか髪の毛なんだよな、一番むずいの。え、似てたよね、似てるよね、うん、ありがとうございます。髪の毛勉強するので会いに来てください、11月5日絶対来てね、当ててきてください、待ってます。レーマンさんありがとう、今日はウィンクの日なので。ありがとうございます。半分見えなかった、え、カワの位置で見え、そんな見えないもん、かっこか、リュックで行くね。でもそう、私何回か言ってるんですけど、スペイベでリュックにサインしてる方はちょっと来なくなりがちっていうのを提唱してて、でよかった、そのそれはちゃんと破壊されるわけですね、よかったです。そうスペイベで私はリュックにサインをしたくありませんと言ってたんですよ、そう、あでもちゃんとリュックで来てくださる方がいらっしゃるので、何人かにねサインしたことあるんですけど、そうこれはこの私の説は実証されないってことで、楽しみにしてます、ありがとう。嬉しい、もし私とスペイビーがあったらね、皆さんよろしくお願いします。リュックもこれから待ってますよ、リュック解禁ということで。いつもリュックで言ってるよ、そういうことじゃないよ。そうそういうことじゃないよ、 そんな説あったんですよ、緊急スペイビー、やばいね、緊急スペイビーやばいね、制服やん、そうなんよ、タンプレ、誕生日、タンプレじゃない、間違えた、誕生日プレゼントいただきました、ありがとう、今から開けようと思うんだ、これは誕生日じゃない、間違えた、プレゼントでいただきました。冬ソングで良かった曲なんですか？最近ねバックナンバーさんめっちゃハマってて、最近なんかバース、なんだっけ、バースデー的な感じの曲あるよね、それめっちゃ好きで聴いてる。今週末行きます、ありがとう、楽しみにしてます。うん、何これ、開かんないけど、これは猫が入ってる、猫スクイーズ、甘い香り付き、スクイーズって何、柔らかいってこと、サバタ、クロスケ、白玉ちゃん、ハッチ、ミケランジェロ、チャチャ丸、私白玉ちゃんかチャチャ丸がいいな、
なんかさバースデーみたいな曲あるくない？それすが好きで最近めっちゃ聴いてます。冬ソングの話じゃないよね全然。ハッピーバースデー、それかな。分野問わずに聴いてる。ハマったらその曲だけを聴くし、このアーティストさん好きってなったらその人をずっと聴く。嬉しい、白玉ちゃんだ。当たった白玉ちゃん。そんなことある？ハッピーバースデーって曲か。当てたいと思ってた白玉ちゃん当てちゃった。甘い香り付きだし、ほんまにスクイーズ。いやムチムチドキヒッ、私ドキヒッドキドキ笑っちゃうんだよね。やめよう。あんちゃん的に当たりだよ、一番欲しかった子。白玉ちゃんだけだったら6分の1の確率だから、茶々丸も上げてみたの。だから一番嬉しい。白丸、白丸じゃない、白玉ちゃん、かわいい。あ、ゴミ箱持ってくるの忘れちゃった。そしてね、初めて、あ、そう、海外から手紙をいただいたんですよ。ディアアンナちゃん、 This is thank you now I'm right.This from Hiroshima in my first trip in Japan. Yes, today trip in for go watch concert in Osaka. But I don't know I can buy ticket if my destiny is for see you in last time. And this a send gift from Tai to you for us. Good luck in future. Oh, thank you.簡単な単語が並んでて優しさ感じるわね。おい、私が英語を読めるだけだぞ私が英語多分読めるだけだぞ違うぞ。めっちゃ読んでる。多分ね、この内容は聞こえてないですよね。皆さんの元には聞こえてないと思う。今の喋った言葉は知らんけど聞こえてますかね。聞こえてないですよね。そう、聞こえてないと思うから。だってね、読めないのもん。声出さないと読めないの、わかる？無言だとマジ読めない。だからさ、無言だと読めない、わかる？ね、ゆめりんさん卒婚海外チケットも販売される。今日からですね、今日から、今日発表されましたね。ぜひ海外からも来ていただきたい。海外から来るのすごい大変らしいの知らなくて、そうなんだって思った。チケット申し込みが難しいらしい。なんかなんだっけ、なんかが悩んで、内容聞こえてないようだよね。そうだよね。え、なんかさ、英語のテストとかさ読めんくない？英語のテスト読める？みんなマジでさ、無言の時にさ頭入ってこんもん。読まないとさマジで根拳さ。そう、わかる？え、同じ人いない？私だけ？で、海外のプレゼントをいただいた。海外？タイでしたっけ？プレゼントいただいた。これなんだろう、カバンか。めっちゃタイを感じる。え、行きたいと思った。目読できるの？えらいね。私できないんだけど。えらいね。今日18時始まってんのか。ガチ入ってこねえ。え、ですよね。テスト受けれんやん。そう、受けれんのよ。テスト無理。試験で恋してダメなんよ。ボニョボニョ喋っちゃう。私喋ったことないけど。てか今さ、レッスンしてる場所がさ、めっちゃ鼻かゆくなるんだよね。鼻ムズムズするの、すごい。で、なんかくしゃみも止まらんわけじゃないけど、くしゃみってなるんよ。鼻がってなるんよ。わかる？ハウスダストすごいと思う。知らんけど。エア読みできるの、えら。私できない。そう、助けてほしい。あちゃさんありがとう。そして見て、超かわいい。あ、やめて、またさん超かわいい。イヤリング、え、バリかわいくない？なんか取り扱うの怖いもん。取り扱い怖い。そう、鼻ムズムズレッスンなのよ。花粉症じゃない人もみんな言ってるから。私も秋の花粉持ってないから。マジかわいい。こうした方がいいかな。
かわいい。え、かわいい。しかも花言葉とかも手紙に書いてくれててすごくない？優しいって感じ。でも花言葉とかで結構送ってくださる方結構多くて、前なんかぬいぐるみをいただいた時にそのぬいぐるみが花持ってて、その花の意味とかも意味があったりとか、その前もなんかのやついただいた時も花言葉これでみたいな。今ねちょっと花関係でね、ごめんね、いろんな花が渋滞してたよね、ごめんね、こっちの花とフラワーとごめんね、ノーズとごめんなさい。え、似合ってた、ありがとう。ミスターさん似合う、ありがとう。肌のと似合ってる。そう、私実はイエベなんです。実はというか、なんかブルベッドもあれがちなんですけど、イエベなんです。意外とね、意外とってなんだろう、自分で言った割に。送った人泣いて。え、これよく聞くんだけど、花と言葉気にするのは男性が多いんだって。あ、そうなんですか、知らなかった。確かに、でも花言葉を言われて、あ、そうなんだってなる。え、でも私ちょっと前にあの本を読んで、小説を読んだんです、ファンの人にもらったやつ。それが花言葉をめっちゃ書かれてて、こう花ガーベラ何本でこういう意味とかってあるんでしょう。ガーベラ6本だとこの意味になって、ガーベラ5本ん4本だとこの意味になるみたいな、あるんですよ。すごくない？いっぱい、そう、なんか本数でも変わるらしいんです。だから、コウコさんの卒業公演の時、もうバラでしたっけ？なんか本数で、そう、本数で変わるんですよ。そう、すごくない？今日のアナちゃん、バラ一本の意味は何ですか？女の子、花言葉に弱いよね。いや、なんか純粋にいいよねってなるよ。普通に101本よね。あ、そう、ガーベラ6本であなたに夢中。そうそうそう、それそれ。一目惚れ、嬉しい。あなたのことをずっと思ってますみたいな意味だった、101本。素敵。コチョウランって読むのかな。あ、ウィンディーボイさん、バラありがとう、一目惚れありがとうございます。そしてクアッスが届きました。お手紙もいただいて、その UFO キャッチャー得意なのかな、たくさんクワスを取ったって言ってプレゼントしてくださったの、嬉しい。何体目かのクワス。あ、無理かも。あ、生きた。ないじゃん、配信に映ってないじゃん。ちょっとこうなってる。ちょっとこうなってる。逆陣が。やばい。かすけさん、ありがとう。ガーベラ4本、あなたは一生愛し続けます。え、素敵すぎる。あ、かすけさん、ありがとう、花掛け銃、嬉しい。そう、筋力いっぱいついてるからね。ここら辺のクラス、隠れてるけど。喉つらすぎてやばいのか。いたわってあげて。でも乾燥してるからね。だって今私の部屋43度ですよ。43% 間違えた。43度は死んじゃう。43%。秋はね、マジ乾燥するからね。で、これ初めてもらった、嬉しい、ありがとう。絶景安否です。どう、初めてこれ、なんかね、これね、ずっと気になってたけど、なんかさ、クワッスが前に出てなくてさ、ずっとさ、恥ずかしくて言えなかったの。クワッス前に出してくださいって、取れないくせになんか声かけるの恥ずかしくて言えなくてさ。そう、嬉しい、ありがとうございます。袖のボタン外してるの、つけられないの、つけてほしいんだけど。マジでつけられないの、証拠見せてあげよう。こんなにも頑張ってるのに。そうね、かわいい、クワッス。
あと初めてもらった、かわいい、初めてもらった、じゃじゃじゃーん、すごいふわふわクワッスじゃん、かわいい、超かわいい、めっちゃかわいい、かわいいクワッス、このクレーンゲーム見たことあるの、広島見たことなかった、選択する、ありがとうございます。どうやったらクレーンゲームが取れるのか、いやそれなマジですごいよね、嬉しい、ありがとうございます。見てる、手紙もありがとう、手紙もありがとう、プレゼントは他にもちょっとねいろいろいただいたんですけど片付けちゃった、本当に申し訳ないけど。そしてショールームのイベント達成のやつです、アンナって書かれてる、しかも見てこんなことあると思って、ピリカなんだろう、やばくない、ショールームの何のやつか分かんないけど、これはね分かるけどね、こんななんかおめっちゃ大きいみたいな感じなんだけど、すごいよね、それさありがとう、うわー、これはマスカットのやつかな、マスカットのやつな気がする、あ違うわ、あシャインマスカットのやつだ、最近の、ありがとうございます、見てこれと交換、プレミアムピーチとシャインマスカットとルレクシエ、レクチエ完熟マンゴーセトカクイーンストロベリー、え香川県産のクイーンストロベリーとも交換できるんだって、やば、あでもさ10月中旬までだ、シャインマスカットお届け期間、え間に合わないじゃんえしかも香川県産のシャインマスカットなんだけど、よしこっこくんありがとう、11月末までだって、間に合わないよ、悲しい悲しい、いつ私の期間だったらルリクレクチエになっちゃう、だったらイチゴがいいな、なんかレリクチエってなんなんこれ、洋梨だって、気になるけど、気になるけどクイーンストロベリーがいいな、背とかも美味しいよね、税金にはダメ？シャインマスカット。高級すぎる？なんか10月いけるけどさ、10月今頼んだら一人で食べることになるじゃん。これは何だろう？検証。ピリカ。みゆきちゃんありがとう。ダメ、舐めてね。実家に送ればって言ったら私が食べれなくなっちゃうじゃん。私は絶対シャインマスカットみたい、前回メロンのやつ私そう先に頼んじゃって、実家に帰るタイミングじゃなくないのに勝手に頼んでとか、実家帰るタイミングじゃなかったタイミングでやってしまってメロン食べれなかったんですよ、私マジで悔しい、食べたかった、せっかく私が達成したのに涙出ちゃう、だからそこは慎重に行こうっていうのを学びました。シャインマスカットいいよね、北海道の七つ星牛と、やばー、ショールーム、まだあなたが出会ってない北海道の美味しさがここにあります、やばい激アツ、北海道の人はいつも美味しいものを食べてていいなと口々に言いますよね、北海道の人はまあそうでもないですよって言いながらまんざらではないと思っているはずです、だって、なぜ北海道食べ物が美味しいかというと、その理由は縛れる寒さにあるようです、だって、縛れるは北海道東北地方の方言で厳しい寒さになることだって、へえそうなんや、いやお肉もお米も最高やん、野菜も最高やん、どれにしよう、やばカニ、やばいカニー、ホイル毛ガニ、やば、あタコさん、タコチャース、イクラ、エビさん、シジミ、シマエビ、
のっけ丼数の子松前だって、うん、すごえ、カニやばいね、カニにしよう絶対。高広さぬきさんありがとう、絶対カニにする。でもね、お肉もあるんだよね、気になるな。え、ラム肩ロース焼肉肉ラム一頭から数量しか足れないラム肩ロースってもの、やば、ラム肉やばみ。野菜はお米か、あー美味しそう。ラーメンもある、ヘケヘケ、ヘケヘケしちゃう。え、スイーツチーズやばくない、このチーズやばい。選んでる間が一番幸せ、わかる。会いに行きます、ありがとう。まもちゃんありがとう、手紙いっぱい届いてありがとう。やばい、チーズ好きなんよね。バームクーヘンとチーズケーキだって。キイチゴとバナナのチーズケーキのチーズケーキ包み、やばい、何それ、どういうこと。チーズケーキのチーズケーキ包みってことですか。え、どういうこと、普通に食べたいんだけど。え、やばい、これはやばい。スクショ、スクショして、スクショしたい、この画面やばい。プリン、プリンだって、やばい、普通に食べたいんだけど、これ普通に取り寄せしたいんだけど、やばい、これは楽しすぎる、楽しすぎる、これ。これいつまで、いつまでかちゃんと見とかないと。了解。トゥトゥトゥルトゥルトゥ。選ぶのめっちゃ大変。こっちは、皆さんのショールームのねキャンペーンの達成のおかげですから、こうやって私が楽しい毎日を過ごせているのは。カタログは生写真みたい。はい、今回表紙ができました。初めて皆さんにお見せします。今回の私の写真集の表紙はこんな感じです。私の、お肉を使いました。これはどこの部分だろうな、どこかの部位です。どこかわかりますか。私が一番さらけ出してるわ、これさらけ出してる、プリプリですね、ありがとうございます。嬉しい、プリプリ。太もも？太ももだって。太ももって美味しいんかな？グラビアすごい！いやもう誰よりもグラビアしてるからね、これ。中身見せちゃってるから。食べていいですよ。うわ。やばい！ステーキ。そう、22歳なんでしょ？何も着てないじゃん。そうだよ、何も着てない。もう皮す、皮脱いじゃってるから。皮脱いでるからな。どこで撮影したんですか？これは炭火焼き、炭火焼きって言うんですか、で撮影しました。ちょっと暑かったですね。飛騨牛、仙台牛、山形牛とかいっぱいある。え、これ何、いっぱい申し込みできるの、1個しか申し込みできないの。え、無理なんだけど。絶対ステーキ、すき焼き、やばいやばい、もういろんなお肉が乗ってる、いろいろ、ハムハム、え、やばいやばい、これはやばいやばい、私の家狙われるわ、これ。私の家狙われる、やめてください。セクシーすぎます。ありがとうございます。あの、世界で一番セクシーを目指して今回ちょっと撮っていただきました。ジャックさんありがとう、その人もらいに行くわ。そうですね、こういろんな、そう、いろんなね部位で撮らせていたんですけど、ここが私の桃ですね。で、こちらがですね、肩ロースだから肩ですね、肩のお肉です。これは山形で取らせていきました。もう山形で取りました。こちらは仙台で桃、これも桃なんですけど、太もも、太ももじゃないのか、桃ってわかんない、どこ、桃ってどこ、これは仙台で取りました。あとはですね、
かってめくっとんのやばい。また邪魔します、ありがとう JKP。 一番のお気に入りですか。そうですね、一番のお気に入りはですね、あ、これとかどうですかね。私の一番のお気に入りはこのシーンで、ちょっと赤みが残っているけど、もう反対側はちょっと焼けているっていう、そのなんかセクシーな感じが私の一番のおすすめの写真だなって思います。そう、いろんな私を見せたかなって思います。そうですね、素敵な場所で撮影させていただいて、あ、これとかもどうですかね。これとかも、この写真とかも素敵だと思います。ここのね、ちょっと中身を見せた感じがいいんじゃないかなって思います。そうですね、はい。レアな感じうまい、レアな感じがいいですね、うまいね。うわーセクシーでしょ、セクシーだな。見せたらバンされそう、やばい、よかったバンされんかった。ですね、発売はですねリンベル株式会社さんからさせていただきました。やばすぎる。カメラマンさんはですね、飯田康邦さんが撮っていただきました。ありがとうございます。こけた肌に赤色水着がやばい。お渡しイベントはちょっとないんですけど、タープさんありがとう。お花美味しくいただきたい、やんなっちゃん。はい、アダーカットないんです、すいません、後日届いてアダーカット取りますね、私自分で、私のお肉を。一枚あんでお高い特典になりまして、セーラー服着てる、そうなんですよ。セーラー服着てます。なので今日はちょっとね、青春な曲歌いたいなって思ってます。でさっきコメントで来てたのがあって、それ歌いたいなって思っています。リボン、レモンスターターですか。歴代シーで一番セクシーだった、ありがとう。スイカゲームスイッチでしてない、あれどうやったらできるんですか。え、買ったらできるんですか。高校生じゃないんです本当は、でも今高校生なんですよ。野村さんありがとう。まだ元気でもいけますか。タワーですかね。高校6年生はなんか留年してて嫌だけど、スイカゲーム200円ぐらいで買える、あ、そうなの、200円なの。タワーですか、ありがとう、レモンスタタワー、いける高校生、ありがとう、優しいね。イブさんありがとう。2曲歌った後にタワーの俺書きますね。世界中のみんなも今日で安否し、わお。タワーの横にある、え、本当だ、ツイッターの鳥ここまで来ちゃった、ここに飛んできてるよ。
10月11日。スタッフさんも同席？どういうこと？8割だ。8割？リュウシュウキンさん、ありがとう。センキュー。センキュー、センキュー。間違えた。じゃあ制服が似合う曲といえばこの曲です。それではどうぞ。教室から何が見える？真っ青な空か雲か地平の彼方、春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか。片思いの入り口、クラスが A C で C 組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことさ。気のせいか声が聞こえたような、渡り廊下したような、いつだって彼女探そうとして、そばにいるただの友達でも離れた分過敏になってる。恋の気配急に感じているよ。校庭には何が見える？新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめん入学式、デジャビューみたいな桜の木。切な悲しく遠く、何をしていても気になってしまった。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか。片思いの入り口、同じ校舎で学んでるのに、袋ははぐれてしまったよ。会えないことがこんなに辛いって今までずっと思わなかったんだ。なぜこんなに胸が苦しんだら、クラスメートの一人だったのに振り向いた彼女を思い出すんだ。斜め前席に座っていた、その存在当たり前すぎて一斉とし気に求めなかったよ。教室から何が見える？カーテンがふわり待って邪魔をしている。誰かが開けた窓のせい、泣きで飛んだ犬が泣く。心に何が見える？純粋な愛か期待願望なのか。春の風は吹いてるか、彼女は何も気づかず。片思いの入り口、誰かポケットの中って言って。朝早い通学路、偶然十字路で出会った。久しぶり一言がなぜか言えずに、ぎこちなく半分微笑む。校庭には何が見える？新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめん入学式、デジャビューみたいな桜の木。切な悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか。片思いの ごめんね。ちょっとさ、そうそう。
服のポケットにさ、ちょっとあるもの入れてたの忘れるとこだった。危なかった。大事なもの。ガーピーさんありがとう、テンショングさんありがとう、バンちゃんありがとう、ウィンディーボーイさんありがとう、タンポポさんありがとう、ナビスさんありがとう、ミスタラさんありがとう、ヨシコくんありがとう、ダイスケさんありがとう、ガッピーさんありがとう、ウィンディベさんミラボールありがとうございます、シオリさんミラボールありがとうございます、ケンくんありがとう、ミスタラさん、クワッピーさん、シオリさんいっぱいありがとう、カーストールさんありがとう、花火師さんもいっぱいありがとう、ありがとうございます、世界中のみんなも今日で、アンプシさんもありがとう、タンタンさんもありがとう、カナンありがとう、トラップさんもありがとう、ということでありがとうございました。 SU48 で片思いの入り口でした。いやー、青春ですな 青春な曲だなって思います、本当に。あの曲ないよね。あの曲ってどの曲？ないんじゃね。なんか JK っぽい曲ありますかね。何が JK っぽいのか知ってますか、皆さん。何が JK っぽいんだろう。JK っぽい曲募集中。あれ？あれ？紙は今ここに置いたじゃない。あ、滑り落ちた。それさ、ウォー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 ドゥドゥドゥみたいな感じの曲だよね。JK っぽい曲ってなんだろう。思い浮かんだのはない曲だった。これに。そう、なんかありますか？バレた。ドゥルルルルルルル。あ、月曜日の朝スカートを着られた、それか。山太郎さん、めっちゃ可愛い。ありがとう。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。センチメンタルトレイン、学校か。確かに、学校やばな。確かに。制服の負け、確かに。めっちゃ制服のマネキンだわ。制服だわ。100メートルコンビニ、公演曲だから、なさそう。あるんかね。公演曲ある曲ない曲あるよね。その違いなんです。今日前からめっちゃ可愛い。ありがとう。ハロウィンのコスプレできたらいいけど、どうかね。ハロウィンナイト？まあ、近いもんね。去年歌ったっきりだから覚えてるかな。それ誰しもそうよね。なんか眉毛が濃くなっちゃった。間違えた。困り眉にしちゃった。全然困ってないのに。マジ誰の顔しちゃった。ちょっとマジなんでうまくいかないんだろう。ということで、おお、いい曲来た。じゃあこの曲、私の思い出もある曲です。皆さん覚えてるか知らないけど、覚えてたら言ってね。走って
ますか？昇格ツアーでも披露させていただいて、すごいみんなでねできて嬉しかったんですけど、私の思い出はね、福フェスでセンターをさせていただきました。覚えてますか？覚えてますか？覚えてないのは別に構わないんですけどね、構わないですけど、覚えてますか？覚えてるよ、よかった。あ、はい、ピンアリコさんありがとう、覚えてる、嬉しい。あ、そうでしたね。はピンピンだよ、ピンとじゃないから、これはブロックだから、ブロックのピンだからそう、削除削除だからね、今のは削除の削除のピンなんで、これはビンタのピンじゃないよ、これ全然全然違いますよそう、嬉しかったです。まあ、香川県出身だったっていうこともあると思うんですけど、そうできて嬉しかったですね。レベル違ったわん、間違えた、どうやって書け、こうか、送り仮名がちょっと不安。アリンコさんハートありがとう、バンちゃんありがとう、タラタラさんありがとう、クマピーさんありがとう、テイスングさんありがとう、ユーバリさんありがとう、ケイカツミさんありがとう、ウィンディーボイスありがとう、ミシタラさんありがとう、ケンくんありがとう、フーナちゃん、フーナさんありがとう、クタラさんミラボールありがとう、たくさんありがとう、3つ、インディバーさんミラボールありがとう、シマさんありがとう、花火さんありがとう、クタラさんミラボール2ありがとう、ミラボールありがとうございますですかね、ユシコックくんミラボールありがとう、どこまでそうかな、ありがとう、ありがとうございます。あつちゃんセラフごめんなさい、かわいいよね、可愛かったよね。スターのお礼書きました、次何の曲にするか考えよって、みんなは、みんなはゲンくん連邦スタートありがとうございます、ありがとう。最近ハッシュタグ少ないよね、まあ、別にいいんですけどね、別にどうってことはないんですけど別にどうってことはないんですけど、まあ、少ないよねって思いますね、まあ、別にいいんですけどねまあまあ、まあ、まあ私も最近あまりメール送れてないから、そう人のことは言えないけど、まあまあまあ、なんか明日の夜やるわとか、明日からはちゃんとメールの返事するわとか書いてたことあったけど、まあ来たことはないですね。多いでしょ、何言ってんの、はふざけんなよ圧とかじゃないですよ、圧とかじゃないですよ、事実を言ったんだけです、まあ、別にいいんですよ、別にいいんですけどね、別にいいんですけどね別に気にしてはないんですけどお互い様は、どの口が言ったんだまあ早く寝てください、早く寝るのが一番ですよね、寝落ちしか勝たんよね。
私は寝落ちせんけど、私は言ったことは実行させるけど実行させるけど、返信するって言ったら私は絶対返信する人だけどね。あ、似顔絵見せるの忘れてた。逃げだな、逃げのセリフだなブーメラン投げとるやんけえ、でも今日はメール割と普通ですよね、送った回数ですよね、割と普通だと思ってる。わかんない。今日の似顔絵は困る眉にしたってやばいと思って頑張って眉毛上げようと思ったら太くなってしまいましたまあまあお互い様ということで、これはしょうがない、しょうがないわ。でも似る予定だったんですよ今日。5通、あら、まあ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 、許して許して、今日はリハーサルしてリハーサルをあれ使っちゃいけないよね、ごめんね、みんなもさ忙しいのね、ごめんねごめんねごめんね。次100点目指してくれない、なんでそっちがやねんなんでそっちがやねん。ありがとうございます、タワーありがとうございます。では次の曲に行きたいと思います。ガチ好きなんて言ってもらえると思ったら何光年も早いですよ。みのりさんケーキ美味しそうだったね。美味しそうだったよね。何ケーキだったんやろ。高木圭さん元気だよ、ありがとう。おかみさんもありがとう、待ってたよ、ありがとう、待っててくれてありがとう。ということで、じゃあ次の曲に行こうかな。そう、何光年もですよ、ですよ。頑張っていただいて、テーマは JK 制服、制服がテーマの曲です。テーマは制服で盛り上がる曲を待っています。チュリさんありがとう。なんだろう、制服の重さないんよ。てあれさ、披露したいんだよね。私一生披露できたことないんだけど、セブンティーンやりたいと思ったの、探したらなかったの。マジつらい。え、本当ないのかな、もう一回調べようかな。さっき調べたんだよね。うん、やっぱないわ。つらぴえん。おおおだったら早いか。あいうえあいうえ。おあ、もういい。オンリーツでもないわ。ドゥ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 。他の制服デザインないや。ルミヤさんかわいい、ありがとう。キュン。トゥルルトゥルルトゥ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 ル。どうしよっかな。ウトウさんかわいい、ありがとう。では次はこの曲です、どうぞ。なぜなんでマンデー聞かないで、
電車は鏡代わりにあるの制服装とチェックしてこじれ窓に向けた真っ黒な部屋の胸落ちてる愛しい間違えた46さんでキュンでした。この曲はですね、歌番組でそう披露カバーさせてカバーっていうんですか披露させていただいた楽曲ですですね。そうクワピーさんハートありがとう、テシグさん音符ありがとう、カプリさんハートありがとう、ヨシコクくんありがとう、ミスタラさんハートありがとう、キュンダラダラさんありがとう、トラップさんハートありがとう、テシグさんありがとう、かつみさん音符ありがとう、しおりんさんハートありがとう、キュンありがとう、たんぼさん音符ありがとう、マニュさんお花ありがとう、遅刻お花ありがとう、ウィンディムイさんお花ありがとう、ラピンさんいっぱいありがとう、しおりんさんミスタラさんいっぱいありがとう、ルミハさんかわいいありがとう、プレゼント届きましたありがとう、どうさんかわいいありがとうでしたね、ありがとうございます。もうね1年も経って1年以上経って
びっくりですよね。こんなにこんなね、思い出ですよね。おいねこさんありがとう。ミュージックブラッドですね。そうそうそう、そうたくさんあのね、こう STU 単独であまりなんかね、全員で座る機会とかなんか MC とかねなかったので嬉しかったですね。あと10分しか配信できない JK は、まあ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 そういうことは気にせずまあ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 そういうことはね、あのなぜかできるんですね。なぜかできるのでね、配信をしたいと思いますよ。そう、なぜかできちゃうので、何の曲にしよう。悩んでるよ。アンナさんは悩んでます。この制服を脱いで自由になろう。時計の時計にさよなら。ドゥ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 ドあ、待って、それ思った、それ歌おうって思ったんだった、歌ってる時に。そうそう、ありがとう、私の頭を中身を覗いてくれて、私の頭の中を覗いてくれてありがとう。それ歌いたいと思ったんだ。ということで、私の頭の中身を覗いてくださった方からのリクエストです。それではどうぞ。人の私全然殴れない、エネルギー余ってる、勉強スポーツ深くだけ疲れない、もうパワー全開、恋でもしてればハートが燃えていたのね、心が代わりにはときめくこともないし、月に向かって吠えるだけ、思春期のアドレナリン、感情とはいつだって最強、不可能なことはない、感じてた駆け巡るアドレナリン、今なら空だって飛べる、今何をするべきか、さあまっすぐいでちゃん、歌って踊れ、おお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 キラキラ眼、夢中になるもの、もちろんいっぱいあるけど、やること空回り、気持ちが苛立ってく、寄れば切ること独り言、全部のドーパミン、彼女は知らぬ間に成長、向かうとこ目際なし、まっすぐ黒髪のドーパミン、今なら満
だって勝てる。何しても許される。ダンスしてパン、歌って踊れよ。おお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 、急げ力を試すんだ。急げ切れる水を見つけ、何かやらなきゃもったいない。正義のために受けるなら娘に千円。月に向かって向かって叫ぶだけ。地獄日のアドレナリン、少女はいつだって最強。不可能なことはない。ダンスしてた、歌って踊れよ。おお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 お、急げ力を試すんだ。急げ切れるぞ賞味期限、何かやらなきゃもったいない。正義のために行け、今だ娘に千円。思春期のアドレナリンでした。タブレットどこあった？はい、そう、これなんかね、わあ、JK っぽいですよね。 JK っぽいと思った。もし、コメントしてくれた方ありがとう。カプレさんありがとう。クマピーさんありがとう。天使のぎさんありがとう。かすみさんありがとう。おー、タワーありがとう。誰だろう、ちょっと後で見ます。吉広告ありがとう。ショーリーさん、ウェイさんありがとう。あっちゃんありがとう。カプレさんいっぱいありがとう。トラップさん、ショーリーさんありがとう。ミスタラさんいっぱいありがとう。ジャックさんありがとう。おいねこさんありがとう。かな、ありがとうございます。たくさんギフトもありがとうございます。四国へ向けてアドレナリン。クワピーさん、タワーありがとう。タワーありがとうございます。しかも新しい違うタワーあるんだね、知らんかった。わー、赤ずきんがお家に向かってる配信ができたね。みんなどこにタワーがあるの？私はね、ここに家のタワーがあって、ここに赤ずきんがいるの。もうちょっとでたどり着くね。ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。あざざます。月に向かって吠えるだけ。ドゥルルルルドゥ。じゃあ最後の一曲歌って終わるんですけど、最後の一曲は決まっています。その一曲を読んだらタワーのお礼をして、だったらタワーのお礼をして今日はお知らせをして終わりたいと思います。ドゥ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 。トモロ、ごめんなさい、変な笑い方して。なんで、嬉しい。明日のレッスン、こんだけ。明日のレッスン何時からなんだろう。こう3日間、そうなんですよ。レッスン何時からっていうのを夜にするんですけどね。ちょっと明日短そうでびっくりなんだけど、そんなことある？住んでるように見える？いいな、それもそれで羨ましい。羨まなんだが、びっくりした。何、素敵なお家タワーってどういうことって感じよね、日本語として。ルル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 ル。動かないおじいさんの時計。ということで、直樹さん、レンボスターありがとう。
体操服洗ってあげようか。あ、大丈夫、間に合ってます大丈夫大丈夫、ありがとうね。じゃあ今日最後に歌う曲は、そうですね、制服が似合う、制服で MV も撮影しました、この曲にしたいと思います。そうですね、好きな曲です、青春の曲だなって思います。チクタク、え、懐かしい、やばい、懐かしくない、チクタク、なんだっけ、私一番最初の歌あれなんだよね、それが思い出せない、ドゥ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 、チクタク、窓を見上げ夕日を待ってた私一人、チクタクチクタクな、あ、チクタクチクタク、ときめきの時計は止まらない、え、めっちゃこの曲好き。ではどうぞ。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう、違う空を見上げていたって、忘れないよ、眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらう、僕が好きなだけだ、その先のことなんか誰もわからない、その日が思い出せる、とっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとして、僕悔いのないようにできないだろう。
SU48 で思い出せる恋をしようでした。この曲はですね、初選抜、まあ、全員選抜の楽曲だったんですけど、個人的にはやっぱり初めての MV 撮影だったりとか、初めての経験尽くしで初めてパネルが発売されたら、え、みーくんめっちゃ可愛いたわ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そう、初めて尽くしだったし、そうですね、あと個人的にすごく、なんかこういうのも変ですけど、そうですね、歌割りの順番というか、まあ俗に言う序列というかが上がってすごく嬉しかったっていう思い出があって、こう評価していただけたんだっていうのですごく嬉しかった思い出が個人的にはあります。その前に悔しい思いをしたからこそ、そう、なんか嬉しいこともあって、すごくそう嬉しい思い出と楽しい思い出でいっぱいだなって思います。あ、ペンがなくなっちゃった、青のペンさっきまで使っとったのに、なんかなくなっちゃった、そんなことあるかな、あった、ありがとうございます。見たらに行ったの、あ、そうなんだ、え、いいじゃん、超いいじゃん。これってどこまで映ってますか、ここ映ってますか、膝映ってますか、膝というか毛布というか、ドラマ仕立ての、そう、ももちゃんとかもね、ありがとうございます。今日はちょっとね、知ってますか、知ってますか、バスセンターにある野菜みたいなところのサラダ、私めっちゃ好きなんです。めっちゃ好きとか言いながら2回ぐらいしか食べたことないんですけど2回しか食べたことない、買ったんですよ、からそれを楽しみに朝起きるしかないよ。上がったらあればバスセンター、そうそうそう、どっちが早くか起きるか、いや私の方が遅いでしょ、言うて、言うてよりみんなよりは多分遅いよ。明日5時起き？そりゃ素晴らしいわ。すご。ちょっとみんな待ってて。ちょっと待っててね。ちょっと待っ
っててね、大事な行なんだ。みんな待ってて、ちょっと待ってもらってもいいかな。真剣に向き合うアンナが見られるよ。どうかな。ドゥルルルル。打ちながら喋っちゃうんだよね。それ良くないよね。よいしょ。世界中のみんなも今日でアンピオシさん待ってたよ。ありがとう、待ってくれて。10時に起きたい。私よりもいいじゃん。ん？何の話？何の話？1位の速報を見てこっから落ちて悲しませたくないと思って追加したよ。何が速報なんだろう。え、待って、膝見えてた？どうしよう。え、見てないよね。見てなかったよね。あ、またペンなくなった。もうやんなっちゃう。やんなっちゃう。ペンなくなっちゃった、またねえ。あ、ここにあった。セーラー服なんですよ。すぐペンが散歩するんですよ。ペン消す魔法使ってるみたい。コスプレ衣装はもういらんかなって思ってます。いらんからあげようかなって思ってます。着てくれそうな子。アンナースはねやりたいと思ってます。うっかり魔法熱を使っちゃうんよ。引く手余ったな。ミーくんめっちゃ可愛いだったよね。ありがとう。え、かわいい、嬉しい、ありがとう。アンピの夢を見た日は目覚めがいいの？パワナちゃんはね、ママが大事にしてるやつだからね。クラスメイトが良かった。うん、10月8日ありがたわ。10月8日、あ、公演か。こちらこそありがとう。
髪の毛も教えてくれたよね。こんな感じだったかな。え、メガネしてるよね。いい感じにかけた気がする。そうなんじゃ。ラリー了解です。これでそうか、わかりますか。川又の蚊だよ。ハンコ忘れそう。イケてるか、ありがとう。ナピとクラスメイトだった人は何と思ってないよ。そんなもんなんじゃない。みんなクラスメイトだったら別に何と思ってないんだよ。そういうもんなんじゃないですかね。知らんけど、離れ声ね。座席の右後ろ、ね、めっちゃあれやん。はじめまして、ありがとう。うちも JK 戻りたい。わかる、 JK ブランド欲しい。返して欲しい。返して、誰か返して。僕制服大好きです、ありがとう。 JK あんなやん。そうなんですよ。ということで、くまっぴーさん、おうちたまありがとうございます。ありがとう。配信いつも来てくれてありがとう。見てくれてありがとう。コメントありがとう。ゆうといつもありがとう。本当に感謝いっぱいです。次会えるのいつですか。楽しみに待ってますね。これからも SGU 推しとして活動するのかわかんないですけど、これからもおたかつ楽しんでください。ありがとう。文化祭で何やった？私何やったんだろう。これクマッピーさんです。え、似てる。前も似てたけど今回も似てる。優しい感じが溢れてるよね。え、似てるくない？超似てるくない？あれ、目薬がない。似てる似てる。クオリティ高い。これは似てるってきた。お化け屋敷すごい。フォローしてくれたのありがとう。なんか出し物っていうかね、なんかご飯作り系は3年生しかできなくて、私の高校で。私3年はさ違うかったからやってないんだよね。めいた。ありがとう。こちらこそありがとう。ありがとうございます。
そしてみーくんめっちゃ可愛いたわ、ありがとう、泣かないで。15日行けたら行くよ、お宅の行けたら行くは行くって聞いたことがあるんですけど信じてもいいですか。ありがとう、来れたらでね、ありがとう。みーくんめっちゃ可愛いたわ、ありがとう。お誕生日じゃない、間違えた。花だれありがとうございました。そう、見送りで髪型を見せてくれたおかげで似顔絵も前よりもうまく描けました。教えてくれてありがとう、見せてくれてありがとう、応援のすべて、もうペンダントもありがとうだし本当に嬉しいです。最後まで会いに来てください。みーくんありがとう、次会えるの楽しみしてます。四国来るかな、当たりますように、待ってもるよ。ありがとうございます。みーくんウィンクの日、メールの返信とかスペースアップの返信もそれこそありがとうございます。嬉しいだけ、ありがとうございます。似声はどうですか、似てますか、何も言わずしまった、似てますかね、ありがとうございます。似てる気がする、なんかね、でもなんか似てないんだよね、髪の毛がね、やっぱ水色のかな、何なんだろうな。もっと似せられるようにもっと公演中に見ます。最近オムライス食べてない、あ、そうなの、残念、家で作んないと。うーん、アスパさんお花ありがとう。ということで私からの告知タイムに行きたいと思います。はい、もう皆さん随分お分かりのようで何を告知するか分かってると思うので、はい、ありがとうございます。聞いてくもう少し髪の毛分けてるか、悔しい、見たのに見たのに。ということでお知らせはですね、今週の土日14、15香川ファイブアローズさんの試合に観戦することになりました。一緒に応援しましょう。高松市にある総合体育館で応援するんですけど、高松総合体育館は私も行ったことある場所なんですけれども、すごく素敵な場所だし、高松市街なのでめちゃくちゃ便利だし、香川車がないとそうって言うけど、ここは大丈夫ですよ、皆さん気軽に来れる場所なので来てくださったら嬉しいなと思います。こう制服でバスケできたらね、一番青春だと思うんですけど、本番は大丈夫かですかね、なんかわかんないですけど、そう皆さんが来てくださることがやっぱ嬉しいですし、そう本当に私残りわずかなので、本当に会える機会が、直接会える機会、今発表されてるのだけでも4回ぐらいですかね、この14、15、まあ14、15って入れたら14、15、そして公演、花だれ公演、字間違えた、課外活動公演で、ゆみさんの私の卒業公演だけなので、本当に5回あるかなって感じですね、今のとこ5回しかないって感じで、でも全員が全部来れるとは限らないのでね、人によって本当にもう会えないです、卒業公演行けませんって方もいるだろうし、そうそうですね、本当に会える機会もなくなって、最後にっていうのが本当につくようになって、やっぱ最後に行ってつくと実感をするというか、そう指折れちゃうよ、折っちゃうんだよ、こうやってそうなんですよ、そう最後のチリパもそう収録終わりましたし、そうそう、花だれ2本って数える？
まあそっか、私あとはそうですね、ちょっと他の方法からアプローチしようかなって思ってて、花誰発表されてない、あ、山口のですか、出るんかな、出なさそうだけどね、どうなんですかね。みかげさんありがとう。どうしたら来てくださいますかどうしたらみんな来てくれるのかな。もう最後のっていう、香川での最後のお仕事で会える機会もないのでっていう手をずっと使ってきたんですけど、もう多分この言葉に刺さった方はもう来るっていう判断をしてくださってると思うから、そうですね、どうしたら来たいって思いますか。ゆかけさんありがとう。あ、もう15日バスケのチケット買いました、ゲットしました、ありがとう。私が出たいって言って出れるものではないので、そこは何とも言えないんですけど、難しい。どうですか、すごい私は迷ってます、今言葉選び難しい、どうしたら来てくれるんだろう。まあいいや、まあいいや、私はこんだけ悩んでるよっていうこと伝えとくわまあ別に刺さらないだろうし、私のこの悩んでることで、アンピーも悩んでんだ、アンピーも来てほしいと思ってるんだと思ってくれるのが嬉しいなって思うんですけど、そう、来てほしいですね。最後の〇〇っていうのがだんだん少なくなってきてる、次を実感するな。そうですね、土井さんありがとう。来ていただけたら本当に嬉しいなって思います。なんかそれこそ卒業公演は行きますっていう方とかいらっしゃるんですけど、それまでのイベントとかも来てくださったら嬉しいなって思います。花だれ一部の出演がなければ4本ほんと少なくなった、どういうこと？甘やかしアンピーズの意味知りたい甘やかしアンピーズでしょ、私甘やかしてくれるアンピーズでしょ。セーラーは本物じゃない、ごめんコスプレ、ごめんコスプレ。静岡県から見てます、ありがとう。まあまあまあってな感じで、来てください、土日お仕事ない方、お休みの方お願いします、待ってます。来てくれるとアイドルやってよかったなって思うし、香川県出身ってでよかったなって改めて思うので、よろしくお願いします。 N4 さんありがとう。そしてゆめりんさんの卒業コンサートが11月3日に行われます、ぜひ皆さん来てくださると嬉しいです。今日から海外の方向きにもチケットも販売されてて、本気なので、運営さんも本気なので、瀬戸りもすごい素敵ですし、ユミリンさんがね結構こう関与、瀬戸り関与というか、瀬戸り結構言ってて、その結構重い、その瀬戸りの一曲の中のその歌詞のところでもすごい思いを込めてやってくださってて、瀬戸り順とかもすごいユミリンさんの思いが詰まって、そうレッスンも今そうしてみんなで頑張ってるところで、3期生ちゃんもね結構前回は本当に2曲だけしか一緒に出なかったりとか、そうだったんですけど、そう今回はいろんな曲を一緒に
踊ることがあって、まあ、大変だと思うんですよ。ワンポジ振りとか覚えなきゃいけなかったりとか、そう、移動いっぱいね、こっからこっちでこう移動して、この曲のここの言葉で移動とかあったりとか、すごい難しいですけど、そう、咲ちゃんも頑張ってるし、そう、なんて言ったって 2.5 期生ちゃんがね、活用、活動、活躍、素晴らしい活躍をこなしていますし、そう、前回 2.5 期生ちゃんクリスマスグリーン、広島グリーンアリーナに立ったのが初めてのステージで、そこで初めてお披露目というかなったじゃないですか。だからこうやっぱ 2.5 期生ちゃんにとっても思い出の場所だと思うし、こう次また広島グリーンアリーナに来た時は新たなメンバーも迎えてっていう、そう、また新しい ST48 をまた広島グリーンアリーナに残せるのが嬉しいなって思うので、来てくださると嬉しいなって思います。この思いが届いて少しでも行きたいなって思った方がいたら嬉しいです。キセイちゃんが好きです。そう言ってくれる、嬉しい、そう、嬉しい、ありがとうございます。キセイちゃんもね、みんなで固まって座ってますどうでもいい話だったということで、そろそろ壇上を読もうかなと思います。お知らせは以上ですかね。はい、ではん、読みます。13位ゴキザリさん、12位山田太郎さん、11位ミスタラさん、10位タカケンさん、9位しおりんさん、8位花火さん、7位よしこっこくん、6位福太郎さん、5位ウィンディーボーイさん、4位みーくん、たわありがとう、みーくんありがとう、3位けんくん、たわありがとう、ありがとう、2位くんぴーさん、たわありがとう、ありがとう、1位ウェンマーさん、たわありがとう、ありがとう、ありがとうございます。もっとお知らせしてください。もう今日のお知らせは精一杯、精一杯お知らせです。これ以上お知らせありません。あ、ブログ更新しました、見てください。今日もエモい。よかった。では、おやすみなさい。早く寝ましょう。もう今日こそ早く寝たい。ガチで1時に寝たい。1時に寝る目標でいきます。めっちゃここのさ、ハイライト可愛くない？わかる？ここ。可愛い。で、ありがとうございます。おやすみメール送れなくてごめんなさい。配信してました。配信してました。では、ありがとうございました。おやすみ。はい。